1876年のミラノスカラザッショエンジのリブレットの表紙ラジョコンダはアミルカレ・ポンキエリが作曲した全音幕から構成されるオペラ第3幕におけるバレエ音楽字の踊りはコンサートでしばしば演奏される有名な楽曲であるクレモナのポンキエリの石像オペラリトアニア人の成功によって注目されたことを契機として 新しいオペラの題材を探していたポンキエリは、リコルディ社の社長であるジュリオリコルディからの提案で、ビクトル・ユーゴーの擬曲、パドバの選手、アンジェロをオペラ化することに決めた。台本は作曲家のアッリー・ゴボイトが担当し、ポンキエリは1874年頃から作曲に着手する。ポンキエリは作曲中の1875年の、 時点でこの台本に不満を示し、ボーイトと発案者であるリコルディとの間で何度かやり取りをしており、幾度か練り直したりもしたが、結果的に1876年の初演間近まで時間を要している。初演は1876年4月8日にミラノスカラザで行われ、公表を受けた。同年にリコルディ社によって出版もされたが、 ポンキエリはこの出来栄えに満足することができず、1879年12月に、ジェノバで再演された折に、大幅な改定を施した。ラ・ジョコンダの初演時の歌手とポンキエリその他、観客たち、議員たち、貴族の男女たち、仮装した、人々、大勢の群衆たち、歌手たち、修道僧たち、スイフとその、見習いたち、騎士たち、エキストラ。 全幕は2時間45分。各幕では、第1幕、55分、第2幕、35分、第3幕、40分、第4幕、35分。時と場所、17世紀のベネツヤ。当時の慣例に従って、前奏曲によって幕を開ける。主要動機は、第1幕のチェーカの歌うロマンツァ。 キプジンか天使のような声の後半のロザリオの言葉で歌われるものである。演奏時間は約5分ほど。多くの人々が祭りを祝うが唱で幕が開く。宗教裁判所のスパイで流しの歌手に変装したバルナバが一人柱に持たれたまま人々の騒ぎを冷ややかに見つめている。人々がゴンドラの競争を見物に行くと歌手コンダが、 盲目の母チエカの手を引いて現れる。エイツソに会うために母を待たせていこうとするジョコンダの前に、バルナバが立ちはだかり、必要に彼女にまとわりつく。しかしジョコンダは相手にせず、そのまま振り切って逃げていくのだった。逃げられてしまったバルナバは母チエカを見て、彼女は、俺のものと呟いて利用せんと企む。ゴンドラの競争に行っていた多くの人々が、 優勝者を囲んで戻ってくる。その中に、先導の伊勢ポとツアーネも含まれている。バルナバは、競争に負けた先導を、ツアーネに目をつけ、彼に対して、敗因は、ジョコンダの盲目の母が呪いをかけたのだと吹き込む。バルナバの悪辣な言葉に耳を傾けたツアーネは間に、受け止め、魔女と言いたて、伊勢やその仲間、人々は、日破りにしろ、殺せと叫び、騒ぎが始まる。 人々によって捕らえられ、警官に引き渡される、知恵家が助けを求めようとするところへ、エンツォとジョコンダが戻ってくる。一向に騒ぎは収まらず、母を救おうと人々と対立するジョコンダであったが、そこに、宗教裁判官長官のアルビーゼと黒いビロードで、顔を覆った妻ラウラが共に現れる。ジョコンダの懇願を聞いてラウラは夫に命令し、アルビーゼの祭壇で、 知恵化を許すことにする。知恵化は短いロマンザ、キプジンか天使の声を歌い、感謝の気持ちを込めて、手にしていたロザリオをラウラに渡す。ラウラとエンツォは、昔の恋人で、エンツォは恋する人であることを悟るのだった。やがて、エンツォとバルナバを残して、全員が退場し、人々は教会に入っていく。 バルナバはエンツォが追放中の公爵、エンツォ・グリマルドであることを暴き、正体を見抜かれ、エンツォは驚く。バルナバは、エンツォとラウラを罠にかけるため、今晩、ブリーガンティーの博で、ラウラを待つエンツォに手助けしようと話を持ちかける。エンツォが去っていくと、バルナバは、交渉人のイゼポを呼び出し、ラウラとエンツォの中を密告し、宗教裁判官が手に、今晩、 奥様がエンツォと逃亡するという口述筆記させた密告状を書かせライオンの口へ投函してそのまま去っていく。二人のやりとりを一部始終隠れて伺っていたジョコンダと母チエカは絶望し、エンツォが本当に愛しているのはラウラであることも知って裏切りと悲しみに怒りを隠せることができないジョコンダであった。スイフたちが歌っているところに 漁師に変装したバルナバが、イゼポと共に現れ、船歌ああ、漁師をと歌う。そこに、エンツが出てきて、水夫たちを休ませ自分が見張りをすると言って一人簡単に、残り、ラウラを待ちながら有名なアリア、空と海を歌う。ラウラを乗せた小舟が近づき、二人は抱き合い、愛の二重章を歌う。それを遠目で見て北曽えむバルナバ。 エイツソが出版の準備に中へ降りていくと、ラウラは、聖母の像に、自分たちの愛の後悔の安全を、マリア像に祈る。そこに仮面をつけたジョコンダが忍び入って現れ、ラウラを前に、恋がたき同士が激しく言い争い、激しい憎悪と嫉妬の念に満ちた言葉を浴びせる。ジョコンダはついに担当を抜き、ラウラを刺そうとするが、追い詰められたラウラは聖母に祈りながら、 ロザリオを高く掲げ、それを見たジョコンダは、見覚えのあるロザリオを見て驚き、相手が、母の命の恩人であることを悟り、自分の名を名乗って、ラウラを小舟で逃してやる。物陰から様子を見ていたバルナバは、ラウラの後を追う。ラウラを探して上がってきたエンツオにジョコンダは、ラウラが、身の安全のために逃亡したと嘘の証言を言い、これに憤慨したエンツオは激しく、彼女に詰め寄るが、 彼がその陰謀によって、性的の手中に落ちていることを語る。アルビーゼを迫ってくる中、エンツォは、松明で船に火を放って、海に飛び込み、ジョコンダは、エンツォの心が変わらないことで、ラウラへの嫉妬心を吐露する。第一話アルビーゼの邸宅の一室アルビーゼは、妻の不定を知るや、否や怒りをあらわにし、妻を毒殺することを決意する。そこに、ラウラが来て、 アルビーゼに問い詰められる。しかし白状しないラウラにゴを煮やしたアルビーゼは死を命じ、毒薬の入った瓶を渡して出ていく。一方忍び込んでいたジョコンダはラウラに駆け寄り、瓶を奪い取って、代わりに貸し状態になる飛躍を与える。ためらうラウラだったがようやく飲んで、倒れるのを見て、ジョコンダは空き瓶を移し替えて急いで出ていく。 第2話舞踊室場面が変わって、館の大広間にある舞踊室で、多くの人々が集まっている。ここで有名なバレエ音楽、字の踊りが踊られる。バレエが終わるとバルナバが、邸内に忍び込んでいた、ジョコンダの母チエカを連れて現れる。ラウラの死を告げる鐘の音が響いてくる。客の中にいたエンツはつけていた仮面を取り正体を、明かし、アルビーゼに対して、 領地と恋人を奪った恨みとして名乗りを上げる。大広間は混乱状態となる。アルビーゼはカーテンを引いてベッドに横たわるラウラを客たちに見せ、殺したのは自分だと言い放つ。エイツォは探検を手に取ってアルビーゼを刺そうとするが、衛兵たちにすぐに取り押さえられ、回収の叫びが入り混じる中、バルナバは知恵家を連れ去る。 短い前奏曲で始まるが、後の結末を予期させる。荒れ果てた、ジュベッカ島の宮殿の一室にジョコンダは一人物思いに、ふける。そこへ、歌手仲間の二人の男が黒いマントに包まれた、歌死状態のラウラを運び入れる。ジョコンダは、昨晩から姿を消している、知恵家を探すよう頼んで、男二人はその場を後にする。会見を見つめて、 毒薬の入った瓶を手に取るジョコンダは自分に幸せがもたらされるのではないかと希望を捨てきれず、心が揺れ動く。そこへ、エンツォが現れ、ラウラのために自分も死ぬつもりであると決意しているエンツォを引き止め、彼女の体を他の場所に移動したことを言うと、エンツォは怒り、探検を抜いて、ジョコンダに差し迫ったところで、ラウラが目覚め、二人の前に姿を現す。 事情を知ったエンツォは、ジョコンダの計略に感謝し、ラウラとエンツォは小舟に乗って去っていく。ジョコンダカズトとなったところへ、バルナバが近寄り、約束の履行を迫るバルナバにジョコンダは、裏切らない、体を上げましょうと言い、その直後自ら心臓に担当を刺して倒れる。驚いたバルナバは怒り半分に、知恵化を運河に沈めて殺したと、罵りと同時に叫ぶが、 ジョコンダの死を見届け、狂気なカバして、小言をつぶやきつつその場を去る。そして幕を閉じる。第3幕、第2位場のバレエ音楽、字の踊りは、最も有名であり、しばしば単独で演奏される。ディズニーは、シリー・シンフォニーシリーズの、春で使用し、1940年公開の映画、ファンタジアでは、カバのバレリーナを主役とした、ダチョウ、ゾウ、 ワニたちの踊りの音楽に使用された。1962年にナンシー・シナトラがレモンのキッスとしてポピュラーソングにアレンジして歌った。この歌はアメリカ本国より日本で人気が生じザ・ピーナッツをはじめ多くの歌手がカバーした。1999年にはブリーフトランクスがカテキンのタイトルでアレンジしたものを発表しているほか2002年には 小柳きがラビン・ユーの台でアレンジを行いスマッシュヒットを飛ばしている。2017年には山崎製パンのロイヤルブレッドのテレビ CM で松高子が字の踊りのメロディをハミングで歌っている。ありがとうございます。